京王線、京王新線、京王新線は、京王電鉄京王線の複々線区間である、新線新宿駅笹塚駅間の線頭部の通称である。駅ナンバリングで使われる路線記号は故。笹塚駅伊勢の京王線と、直通先の都営地下鉄新宿線を連絡する役割を持つ。 京王線の輸送力増強のための線像として1978年10月31日に開業し1980年3月16日から都営地下鉄新宿線と相互直通運転を開始した。これは都営新宿線との直通運転の際ターミナル駅である新宿駅の改修が難しかったためとされている。ほぼ京王線と並行して 国道20号をした、京王線より深いところを走り、笹塚駅の新宿よりの一部区間を除き、地下路線となっている。京王線笹塚伊勢への始発と最終列車は、新線新宿発議である。また、東京競馬場での開催時には、府中競馬正門前駅から新線、新宿駅の急行も運転されるが、新線内は各駅に停車する。新線新宿駅は、 国道20号の地下5階、京王線などの駅よりも西寄りの位置にホームがある。ここから西南西に向かう。初台駅は上り線が地下2階、下り線が地下3階で、いずれも北側にホームがある。旗ヶ谷駅はどちらも地下2階で対向式2面2線のホームである。ここまでで国道20号の地下から離れ、南に沿って走ってきた。 京王線に寄り添うように向かい、一足先に地上に姿を現した京王線の上り線の南側に地下から回り込み、ここで京王線の下り線と出会ってから下り線とともに地上に向かう。地上に出たところで京王線上下線に挟まれる形となり、そのまま高架へ登る。市道と都道420号をまたぐと笹塚駅に至る。京王新線内は、 すべての列車が各駅に停車する。開通当初は、新線新宿駅京王多摩センター駅間の快速と京王新線内折り返しの各駅停車のみの運行であったが、2015年1月現在、京王新線内折り返し列車は設定されておらず、都営地下鉄新宿線、または京王線に直通する。都営地下鉄新宿線からの電車の大半が、この路線を通り、 笹塚駅まで運行するため、運転系搭乗都営地下鉄新宿線と一体化している。分離運転を前提としたダイヤとなっていないため、事故、隠しトラブルなどによる輸送障害時であっても、都営地下鉄新宿線との相互直通運転中止の措置は取られない。ただし、同じ地下線でも運営、設備管理、運行管理は京王電鉄であるため、 当線の閉塞方式は2011年10月まで自動閉塞式となっていた。保安装置も慶応のものを使用しているため、都営地下鉄の車両にも慶応の保安装置を搭載している。日中は20分サイクルで、元谷ワ駅橋本駅間の区間急行と快速が1本ずつ、元谷ワ駅笹塚駅間の急行1本が運行され、急行は 笹塚駅で準特急に接続する。また、早朝、深夜には、新鮮新宿駅発着の列車が運行される。初台駅と旗ヶ谷駅はいずれも、先蔵に際し京王線側から、先蔵部となる、新鮮側にホームを移設したため、京王線側は、各駅停車も含め全ての電車が通過する。京王線新宿駅では、初台駅、旗ヶ谷駅へは、 新鮮新宿駅から乗るようにとの案内を行っている。京王線新宿駅と新鮮新宿駅は改札内で接続している同一駅であるが、旅客案内状故障は使い分けられ、別々のホームで距離も離れている。また、長封鎖から特急を利用して、発大駅や旗ヶ谷駅に行く場合は、接続列車が都営地下鉄新宿線直通でない限り明大前駅。 笹塚駅で2回乗り継ぐ必要がある。定期券の経路に、新宿駅笹塚駅間が含まれている場合は、京王線、新線のどちらにも乗車でき、初台駅、旗ヶ谷駅、京王線新宿駅、新線新宿駅のいずれの駅での乗降も可能である。ありがとうございます。